ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ポケモリ夜だけれど、とりあえず話したいことがある子たちに声かけていくか。まあ皆さん、こんな時間までもしかして読書ですか？いや全然違います。私、このキャンプ場が素敵な理由よくわかります。それはアイナさんがいつも頑張ってくれているからですよ。感謝の気持ちを込めてこちらをプレゼントします。受け取ってくださいってば。今ここね、今話しよるこのサバンナと、あともう一人ティファニーって子、鳥のティファニーがおるんやけど、その二人はツイッターの方ではね、スクショしてあげたんやけど、何やった？ジョニーの船で連れて帰ってきてくれたというか、持って帰ってきてくれた地図でゲットしました。あ、ここにおるね、ティファニー。あの、建物の中。はい、それじゃ、ノリッペおった。何？お友達と話してたの？それただの時計か、鳩時計じゃなくて。わーいなちゃん、もしかしてオールナイトなの？そうなの。友達の奥太郎くん、最近いいことがあったんだって。お祝いにプレゼントをあげたいんだけど、奥太郎くんはどれだったら喜ぶかな、タッピ。奥太郎？タコちゃんチェア？タコちゃんチェアかな？めっちゃ短絡的やけど。タコちゃんチェアね。いいじゃん。早速渡してくるね。どうなんやろ。嬉しい？じゃーん、あたいからプレゼントだよ。タコちゃんチェアだと？これたまげだぜ。こんないいもんもらっちまうとはな。あ、喜んどる。よかったよかった。でもこれ人で考えたらなんかすごい微妙な感じがするけどね。超嬉しそうだったね、アイナちゃん。やる？マジありがとう、ダッピ。お、みんな仲良し動画上がっていく。いいね。動画外で一応私も105から106にキャンパーレベルが上がりました。なんとなく。なんとなく上がりました。やっほー、待って、ちょっと話させて。全然話させてくれないんだけど。お。え、違う、サバンナじゃないよ。またにします。あの釣り目な感じかわいい、サバンナ。ちょ、待って、なんでサバンナに行ったの？私、マーティーをしたのに。なんかさ、微妙な位置におる子って話しかけづらいよね。あ、アイナちゃん、僕に会いに来てくれたの？ポン。相談に乗るよ。お眠りしてたらフルーツの夢を見たんだ。アイナちゃん、何でもいいからフルーツが欲しくなっちゃったよ、ポン。フルーツ持ってた？私。あ、ぶどうがあったんか。はい、どうぞ。よし、いいぞ、いいぞ。さあ、それじゃあちょっと、ガーデンに珍しい生き物が来てるみたいってなってるけん、とりあえず、パンプキンたちを回収しに行きますか。おー、めっちゃおる。ありがとう、みんな。あ、ありがとう、みんな。まとめて捕獲していこうか。イエーイ。なんかこれさ、なんか誰が、その場でも見れるんやけど、フレンドのところから確認しようと思ったら、結構なんか時間差あったりすることない？誰が何を置きに来てくれたみたいなの。すぐに反映されてないことが多くって、やけん反映されてから私置きに行きようやけど。パンプキンタルトセット、え、これ2個目じゃない？前のパンプキンタルトセットじゃなかったんかな？あ、動画外なんやけどね。この次も期待してるかぼー。ってことで、植え直しますか。よいしょー。ほら、半分だけ選ぶとかもできたらいいのに。まとめてしかできんけんさ、私片方ずつやっていきよるけん、何気に普通に手作業なんよね。一個ずつではないけど。はい、オッケー。オレンジの植えて、私まだ前半分できてないけんさ。そして、あ、黒がない。ってことはもうゴールドを。オッケー。さあ、負けた負けた。なんかクリアしたやつある？ないか。
くそ、何もクリアしていない。何もクリアしていない。ジョニーが帰ってくるまであとどれぐらいかな。あ、やった、フォーチュンクッキー。また5000ベルのやつが入ってきとるやん。やったね。あ、そしてフルーツなくなったけど、代わりにヤシの実が入ってきたけん、よきよき。あれ、今回風船一つだけかい。さあ、そしてペリオさんに頼んで、あ、黒いパンプキン普通にもらえた。はい、どうぞ。さっきまでなかった黒いパンプキンめっちゃ入ってくるやん。やったね。もう今私誰に何を渡しようかも全然把握できてないけど、とりあえずパパパーっと渡していくね。とりあえずパパパーっと渡していくね。なあ、文次郎とアルベルトだけ残ってしまった。物がない。ジョニーはあとどれぐらいで帰ってくる？あと8時間47分か。一応ね、この、いや、今すぐはもらわなくていいです。ここに出てるサバンナとティファニーゲットできたけん。あとはね、4号さん？これ、4号さんと、あ、ここで見れるんか。とりあえず私前回持って帰ってきてくれたサバンナの地図、ティファニーの地図、で、確かね、リーフチケットの地図と、あとお菓子がなんかあったと思うんやけど、それも全部、一応リーフチケット使って、開いて、ゲットしたんよ。けん、あと私的には4号の地図とタコリーナの地図、この2つが欲しいなと思いよる。リーフチケットの地図もまあ欲しいんやけどね。欲しいんやけどね。とりあえずは、動物が一番に来ていただきたい。はい、それじゃあちょっとリーフチケット。リーフチケットじゃない。フォーチュンクッキー食べに行こう。ジュリアのアラビアンナイト。これ初めてや、私。ジュリアってあれよね。クジャクの子よね。クジャクやった？鳥の子やろ？違う、これ火の子。これや。ジュリアのアラビアンナイト。これ初めてや。何が出ても初めて。さあ。何かいいの来てくださいな。あー。星5ではないね。読んでもなさそう。スマホ落としたけど無傷だった。あ、でも、めっちゃ可愛い。4やん、星。アラビアンランプの露店。めっちゃ可愛いんやけど。これ、あれ？中に動物とか座ってくれる感じのやつ？超いいやん。何気にこれハッケミーとか座ってほしいんやけど。似合いそうじゃない？めっちゃ。こういう雰囲気。いいね、いいね。さあ、それじゃあ。あ、そっか。今現在私キャンプ場におるんか、自分の。いや、何気にさ、何気にこう。ちょっと待って、コテージの方行こう。うわぁ、いつまでクリスマスなんだ。逆にちょっと、早めにやったみたいな感じ。こっちをさ、変えていこっかなー、しまう。ごめんね、ちょっと今、グミちゃんベッドの上で寝よったような気がするけど、あ、でもハロウィン系、今回のね、別にそこまで、家具らしい家具みたいなの、ゲットできとるわけじゃないけんね。微妙じゃない？あ、でも、いや、ほら、テーブルとかないんよね。どういう感じにしていこう。まあ、とりあえず秋っぽくしよっか。ミニカボチャのランタン。ミニカボチャのランタン、はい。三つ。テーブルどうしよう。テーブルないんよね。とりあえず今回ゲットし、今回というかこのイベントでゲットしたやつを、一通り置いていくとすると、この辺。これもか。椅子。椅子はあるのにテーブルはないっていう。てかなんか思った以上にタルトある？もしかして3つある？どんだけだよ。パーティー開けるやん。ハロウィンパーティー？良きやね。テーブルないけど。もう何を言ったところでテーブルがない。あ、もうこれだけか、今回のイベントのやつ。なるほどね。どのテーブル合わせたら合うんだ？ちょ、待って、テーブル。テーブルだけで見ると、もう普通に、あれやね。
そういう、どういうテーブルが、でもあんまり明るい色やとね、あれやけん。え、この辺は？ショコラトリーのテーブル。なんか微妙な感じかな。いや、明るいけど、だいぶ明るいな。ちょっと待って。もうちょっと暗めのない？いや、なんか情けな感じがするなぁ。微妙やね。すごい微妙やね。まあ、すべてが暗すぎてもあれか。じゃあ、とりあえず、すごく迷うけれど。で、待って、見知らん猫のテーブル一個ボンと置こう。これで、なんか画面めっちゃ小さくない？模様替えの時の画面こんなやった？これで近づけるん？そういう感じやったっけ？変わった仕様。いや、仕様はいろいろ変わりよんやろうけど、ちょっとびっくりしたよ、私。何がついたん？これ、スープ？ジュースかな？こういう感じで、もう一個別で、一個何か調べて、ちょっと待って、邪魔やな。周囲邪魔やな。じゃ、これ真ん中なんかな？ん？いや、真ん中やね。大丈夫やね。んで、この辺に、椅子とか、椅子二つしかないんか。いろいろと文句が出てくるけど。もういいや、こういう方向で置いとこう。それで、あと、どうしよう。この辺のテーブル、ナチュラルなローテーブル。この辺のちょっと奥の方に置いておいて、で、こんな感じ。この辺のランプどうしよう。なんかめっちゃ久々にこういう模様替えみたいなことをしようんやけどさ。あ、この辺のログソファー。ログソファー。いや、適当にこの辺置いとこ。でもこういうログハウスとか、めっちゃ、なんて言うんやっけ。いろりじゃなくて。いろりじゃなくて。あれを置きたくなるんやけど。え、ちょっと待って。この辺のパンプキンの人形劇。あ、めっちゃ、建物の中ではあるけど。すごい建物の中ではあるけど、この辺に置いて、どうしよう、こういう感じ。あ、この辺なんかこういう感じで置いておいて、このもう一個の、この辺置く？邪魔？置けん？置けるよね。置けた。めっちゃ燃えそうやけど。すごい燃えそうやけど。まあ、こういう感じで置いておいて。あと別にハロウィンっぽいっていう感じのものはないかな？あ、どうしよう。なんか、あれやね、ラグ引きたいね。デビルなラグ？こんなんゲットしとったっけ私。いつゲットしたよ。いつゲットしてよ、そんな怪しげなラグ。デビルなラグ。わー、超怪しげやん。え、待って。なんか、よくわからん感じやねん。全然よくわからん感じやけど、まあ、いいや。そういう感じで。あとは、特に何もないかな。今のところは。あー、墓地とかいい感じやけど、墓地というかお墓？でも家の中に置くのはなんかちょっと違うよね。外のものやしね。外のものやしね。なんか違うね。待って、黒いメタリックローズ。本当はパンプキンを置けばいいんやけど、パンプキン今のところ交換してないし、とりあえずこの辺も、まあ、っぽい感じではあるでしょう。ん？どうしよう。パンプキンの横に置いとこっかな。
ん、なんかもう一個ぐらい欲しいな。じゃ待って、別のとこに置こう。やっぱりじゃあ奥にポンポンポンと置いて、よいしょー。まあこんな感じでいいかな、とりあえず。はい、保存します。わあ、雰囲気がすごく変わりましたね。記念に写真を撮りませんか。こんな感じ。ん、なになに、話したいこと。くー、むにゃむにゃ。あれ、アイナちゃん、もしかして僕寝てた。うん、立ったまんま。10月って運動会があるところが多いって聞いたんだけど、僕も一緒にやりたいな。かけっこに玉入れ、パンをたくさん食べる、パン食い競争もあるんだってね。え、食べれるパンは一つなの。お腹いっぱい食べれると思ったからちょっとだけ残念だな。目的が違う。でもパン食い競争とか実際に見たことないんやけど、私にとっては漫画とかそういう世界の話。こんな時間にどうしたんだ、エイナさん。おしゃべりしよう。アイナさんはフレンドのガーデンに行っているかい。行ってる行ってる。フレンドのところに行ったら枯れてる花に水やりをしてあげてほしい。花もフレンドも喜ぶし、お礼だってもらえちゃうんだ。至れり尽くせりじゃないか。確かに確かに。いいね、なんかめっちゃにぎやかで。おお、びっくりした。みんなでハロウィンパーティー。なんかこう、キャンプ場に比べて、こういうログハウス、コテージの中は、みんながギュって感じでおるけん、すごい賑やかに見えるね。てか服とかはなかったんかな？あったよね。パンプキングなシルクハット。これに合いそうな下は。これは赤いネルシャツ？誰かからもらったんやったっけな、これ。クラシックなベスト付きシャツ。いやー、なんか違うな。なんか違うような気がするな。え、合いそうなもの別にないか。1周年の服。あ、これの方がまだいいね。え、でもこの辺のボーンの服とかの方が。あー、違うな。かぼちゃの木。やっぱり合うのはこれかな。で、下は下。キルト。あ、可愛いかもしれない。なんとなく。え、じゃあこれで、メガネいらんかな？じゃあ外そう。メガネ外して、あ、デビルな羽。いいやん。あ、帽子、後ろ可愛かった、今。ほら。へえ、なんか帽子の後ろに顔がついてる。超可愛い。で、あと別に。服。あとは靴。でも靴は別に。このまん。この辺、黒い革靴。ちょっとシュッとした？グレータイツ。微妙やね。違うね。違うね。黒いタイツ。あ、この辺、チェックのソックス。あ、この辺にしとこうかな。こんな感じで、みんなでハロウィンパーティー盛り上がってまーすみたいな。可愛くない？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、いいね。久々に模様替えとかするとすごいいい感じやね。クリスマスからコテージいじってなかったんかいって感じやけど、まあまあまあ、キャンプ場の方はいじってたから。